まあ、桟橋はね、本来、翁神事の一つであり、五穀豊穣を祈ると、言われておりますけれども、一つ、私ももうそうですね、荘園してから30年近くやっていく中で、もちろんそういう人事的な部分もありますけれども、単純に洗練されたダンスとしての、面というものもこう強調したい部分でもあり、しかしながらやっぱりでも神と交信する一つの、なんていうんですかね、媒体というか、そういう側面もあり、で、今回高谷さんとの舞台美術でやることでね、かえってその、なんていうんですかね、天と、地と、そしてそこにいる人間っていう構造をはっきりできないかな。つまり、翁神事ってことは、つまり神を下ろすってことであるけども、能舞台でもちろん下ろすこともできますけども、ある種の今回の厳美の高い天井というものを意識させた天のベクトルを感じて、そして、舞台が俯瞰すことによって、地という、実際足拍子も多いですからね、その地面への一つのベクトル、そして何より、その今回は、なんていうんですかね、天井抜けた下に、人として私が立っている、またそれが皆さん、お客さんと同じレベルにあるという部分で、何か天地人という構造がよりはっきり分かるのではないかというふうに思います。そしてそれを強調する高谷さんのプロジェクションであるとかっていうことも含めて、期待したいなと思っております。我々の中ではね、異種格闘技のような部分というところではありますけれど、僕は17歳でランに出たのが最初で、これまた30年近くそういう異種交流をしてまいりましたけれども、本当にランという映像の世界も初めてでしたし、その時は、それが元で渡辺守明先生の「青井の上」というのに出させていただいて、一種装束を着ない、裸体まではいきませんけれども、いわゆるレオタード姿になって身体を晒すなどという経験をね、若いうちにさせていただいたってことは、非常にやっぱり意味があったなとつくづく思いますね。やっぱり、我々の身体っていうものは何なんだっていうことをこうつくづく感じる。もちろん我々は豪華な衣装というか重厚な衣装を着ているけども、その中にもやっぱり身体がちゃんとあるんだっていう意識を私自身もしましたし、当然お客様も狂言師の身体とはっていうことをね、考える出発点だったと思います。それが今では究極的には「ボレロ」という作品で装束をつけて舞うこともあれば、時に洋装で踊らせていただくこともあり。つくづく身体性っていうものを解体した一つの流れっていうものが、その今回のね、アーカイブで見ていただけるのではないかと思いますけど、そうですね、今回本当に特に関ジさんであるとか武智さんであるとかっていう、昭和のですね、一つ新しい潮流を作った方たちっていうものも、の作品も見られるということは大きなことですよね。伝統と革新っていうか、伝統が変容していく姿っていうのは、まさしく受け継がれているものであって、時代とどういうふうにその伝統継承を知っている人が向き合ってきたか、それがまた、自分の中から生まれる場合もあれば、また他者がそれを利用してきて提案してくる場合もあるっていうことがはっきりして、決して伝統というものが何かその、かたくなな一つのものではなくて、常に変容を遂げているっていうことがね、お分かりいただけるっていうことは大変画期的だったと思います。そして何より、古典っていうのはこんなに前衛であり新しいっていうことにつながるんだなと。ですから古典というものの、切り口っていうものをうまく使えば、いかようにも新しくなるっていう、そういう、循環サイクルっていうものがね、あるっていうことが、特にまた日本の特徴として面白いことなんではないかと思います。再生芸能という側面、悪口的に言えばあるわけですけど、それは再創造の場でもあるわけですから、再創造するっていう瞬間がまさしく、今まで受け継いだ系譜を引き継ぎながらも時代と向かうと、そのベクトルとベクトルがまさしく交差する瞬間、そういうことを感じ取っていただければ一番ありがたいと思います。そうですね、
まあ身体一つ一つの動きにもいろんなバリエーションがあり、いろんなまたそのものがこうくっつき合えるというかね、そういう意味で言うと、まあまだまだ視覚聴覚そして身体感覚に訴えるものっていうのはまだまだこれから可能性があるのではないかなと思いますし、特にまあ日本ではそういうものの宝庫であると、宝の山だというような意識でね、これからも大勢のアーティストがこういう企画に刺激されて、また新たな系譜をつないでいっていただければありがたいと思っております。